あそこ写真撮れんだよね。これ全国制覇しようぜ。こんにちは、鈴木健三と申します。皆さん、ポケットモンスターハートゴールドソウルシルバー遊んでらっしゃいますでしょうか。ハートゴールドソウルシルバーにはですね、写真撮影スポットというのがこれ全国各地にありまして、いろんなところでね、旅をしながらポケモンと一緒に写真を撮ることができると、なんとも粋な機能がついているんでございますけれども、私色違いのミュウにスズちゃんという名前をつけまして、大変可愛がっているんですけれども、このスズちゃんをですね、せっかくハートゴールドに連れてきたからには、この写真撮影スポット全部回ろうじゃないかと。ただ動画化するに際してどんなタイトルをつければいいのかわからない。これは写真スポットを全部回ってみたみたいなので、わかんねえけど、とりあえずやっていこうかなと思います。はい、お願いします。よし、いいね、こんな人ん家の前で。ダメだろこれ。いいのお前、あんまりこれ良くないのでは。写真撮れる？なんでそこなんだよ。この辺にいろよお前で、ミルタンクも映り込むみたいな形にしろよ。なんだお前、センスねえな。来た、ここが14番道路。風車はどこにあるんだ。お前か、お前か、お前だろ。あ、お前だ。え、お前じゃないの？なんでだよ、お前だろ。なんでだよ。さあ、ということで、写真スポットなんやかんやすべて回り終えまして、残すはあと1箇所のみとなりました。これがですね、非常に厳しい条件、なんと全国図鑑を完成させなければ写真を撮ってくれない人というのがいるんですね。これがあの大木戸博士。大木戸博士だけものすごい条件が厳しいんだよね。なんでちょっと、全国図鑑完成させてきました。これさ、俺プレイ時間見てもらえば分かると思うけどさ、なんやかんや5、60時間ぐらいかかってんだよね。恐ろしいよね。めちゃめちゃかかりましたが、これで最後の1枚残すところやっていきたいと思います。じゃあもうさっさと、はい、全国図鑑これで頼むぞ。ちょっと評価してくれ。俺の486匹、486って大変よこれ。ポケバンクとかないんだよ。だってエクセルと見事な全国図鑑じゃ。いいから写真撮ってくれ俺と。なあ、早く写真撮らせてくれ。君と初めて出会った時のわしの判断は正しくて嬉しいね。ここまで言わしめる。いや、それ以上に健三くんは素晴らしいトレーナーだった。健三くんありがとう。健三くんありがとう。全く君にはわしも驚かされっぱなしじゃよ。こちらの期待を大きく上回り、すげえ褒めてくれる。めっちゃ褒めてくれる。君と出会えたこと、研究者人生の中でも素晴らしい思い出として記憶に残るじゃろう。どうじゃ、あ、来た。よし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 、撮ろう。撮ろう。ジジイの気まぐれで撮ってもらえるこの日を、長く待ち続けていたんだ。よし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 、ということで、写真コンプリートいたしました。どうよ、ちょっと。印刷しようか。さあ、ということで皆さん、完成いたしました。こちら、ででーん。これなんだと思いますか。全部のですね、写真スポットで撮影したものをですね、印刷して、アルバムに閉じました。すごくないですか、ちょっと。これ全部やりました。これがもう全ページずらーっと。でも、なんで同じ場所で撮ってるかというと、これね、昼、夕方、夜で、また違うんですね。この周りの風景というか、景色が変わるんですね。なんで、ちゃんとね、全スポット3パターン回りまして、これはね、なんて書いてある、若葉タウン、吉野シティだね。こう若葉タウンの昼、夕方、夜ね。これ吉野シティの昼、夕方、夜。というように、こう全部、回って、写真を。これやばいよね、これね。これすごくない？ちょっと。普通に。執着心。これが1冊目。で、じゃあ2冊目。これ何かというと、はい。今度は何が違うか分かりますか？これも同じように若葉タウン吉野シティからスタートしております。
何が違うかと言いますと、自転車に乗ってる自転車に乗ってるバージョンでございます皆さん。ということなんで、まあこれも計算に感情に入れると、ざっくりですね、全部のスポットを6パターンずつ写真撮っているということでございますね。自転車に乗って撮影できる場所は自転車に乗って撮影をしましたというところが2冊目。そして3冊目ですね。こちらが、ジムリーダーとの写真撮影でございます。ジムリーダーもね、この世界ね、写真を撮ってくれるんですね。これいい世界ですよね。ジムリーダーとの撮影ももちろん3パターン。これね、昼、夕方、夜ね。全部撮りました。撮ってまいりました。これね、偉いですね。ちゃんとね。やっておりますね。こういうジムリーダー一覧みたいなのも挟みつつね。で、この霞、こいつがさ、こいつだけ唯一さ、写真撮ってくれないんだよ。こいつはね、水ポケモン釣れてないと写真撮ってくれないっていう意地悪しよう。こいつだけだよ、ジムリーダーで。そんな意地悪してくんの。なんでこれ上から貼り付けましたわかる、見えるかな、セロハンテープで、すずちゃんを貼っつけて、これ、なんか一緒に撮ったように合成しました。こんな、こいつだけだからね、こんな意地悪してくんの。この仕様マジでクソだよな。本当に勘弁してほしいところですけども、これ全部ね、撮影しまして、でもちろんのこと自転車に乗れるところは自転車にも乗りつつ、一緒に記念撮影いたしましたので、これね素晴らしいですねこれで、そして最後の1枚、全国図鑑を完成させないと写真を撮ってくれない大木戸博士がででん埋まりました。これね、こいつだけちゃんと写真の用紙に、プリントしまして、大木戸、アルバムに綴りました。これはなかなかね、いい眺めですね全スポットこれにて制覇いたしましたので、ちょっとね、ハートゴールドはもうすずちゃんと思い残すこと、あとはポケスロンぐらいかな。ポケスロンやったら終わりなのかなというところで、これあれだね、旅の途中の1枚ですね。あら素敵。ただ女主人公でのバージョンは僕撮ってないんで、これちょっと皆さんぜひね、女主人公にしてやってみていただけたらいいんじゃないかなと思います皆さんもぜひやってみてください。もうこんなんマジで彼女じゃん。鈴木健造の膀胱が今破裂しそう、破裂しちゃって